はいえー、皆さんこんこにちは、えー、本日は第36回東京国際映画祭アジア映画学生交流プログラムへお越しいただきありがとうございます。 大家好、首先、我们欢迎大家来到今天第三十六届东京国际电影节亚洲电影学生交流项目视知予和导演の大师班。えっと私はあのこのプログラムといいますか交流ラウンジというまあゲストやお客様皆様の出会いを映画祭の中で作るメンバーというのがいるんですが、その検討会議のメンバーを務めております。

ドキュメンタリーのディケティングああういーふうな講座や交流会議、交流ラウンジの検討会議のメンバー、みんなの考え方として、ぜひこの東京国際映画祭という場を通じて、これからの未来を担う映画人を育てたい、そういう人たちが出会っていただきたいというふうな思いが強くあって。 今日的 master class 的企划を設けました。那么我们这个交流沙龙，这个交流会成员，所有的成员都觉得，呃，为了为我们亚洲电影的未来，我们必须要栽培呃一定的年轻的人才。所以这次呢，我们决定邀请大家来到东京国际电影节，呃，来参加这样的一个聚会。まあ、それがすぐ何か形になるかわかりませんけれども。 あのこの後、コレーダ監督を招きして、マスタークラスを行って、その後、パーティーがあるというふうに伺っておりますけれども、ぜひ、違う場所から来た同じ世代の人々と意見を交わし合ってほしいと思っています。今回の活動は、私たち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 は、 和我们这个石知玉和导演呃导演的这个大师班，听他讲课，然后完了以后呢，我们还有举办一个交流的一个 party，所以到时候呢，我们各个国家各个地区来的这些年轻的朋友们，大家可以互相交流。え、呃、それではですね、早速マスタークラスを始めたいと思うんですが、あの今日のマスタークラスを準備するにあたって、え、呃、監督と私の方でお話をして。 皆さんたちには、コレダ監督が30年前に制作をしたドキュメンタリー映画、映画が時代を映すとき、ホーシャオシェンとエドワード・ヤンという作品の冒頭を見るところから始めたいと思います。今日の動画を準備して大ま班この動画を始この動画を始めた時に、この動画を始めた時に、この動時に、この動画を始めた時に、この動画を始めた時に、こ 三十年前，呃，施之瑜和导演拍的一个纪录片，它主要是记录了台湾的侯孝贤导演，还有杨德昌导演，他们是怎么样在现场设置电影的这个片段，播给大家看。好了，对吧？有了是固定的。好，那请大家看这个影像啊。好。

あとは日本の大学に所属している学生の皆さん。はい、ありがとうございます。谢谢あの、今日はこういう皆さんたちですので。中国語は、え、周さんに祝辞をしていただいて。英語の同時通訳は、あの、ブースの中から池澤さんと。えー、もう一方すみません。名前が今。 失礼しました。えー、エビださんですね。にご担当いただいて進行してきます。那么今日は、我们会有中文、日本語一一で言う中文でと、中文で言う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 と、中文で言と、中文で言うと、中文質問をいただくタイミングも考えておりますので、あのその時には、ぜひ質問してください。

これ正直、僕がこの後何か喋るよりは、続けて見ていただいて、ホシャオシェンとエドワード・ヤンの言葉を聞いていただく方が、これから映画を志す方にとっては、圧倒的にプラスになるのではないかと今、思っておりますが。どうしは <laughs>、今回、私は、今回、私は、私は、今回、私は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 、は、私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 、 他们在怎么样拍电影，怎么样谈这个电影啊？我现在,在想，你们觉得怎么样？あまりこのプレスの方々も入っているところで言ってはいけないんですけど、YouTube に落ちてるっていう。他说我在这里不知道应该是不是应该这样说这样的话，因为其实这个电影啊，现在在 YouTube 上已经是全部可以看到的哈。但是今天我们这里有媒体的朋友，不好意思这样说。呃，那导演说这不太好吧？ 明日ににはあのフジテレビとテレレビビととニオンよってて消されれると思うので今晩そうかえ見れますユ、uh, これを作った頃の話をちょっとだけすると僕がテレビの世界に入ったのが1987年だからそれから6年経ってます。 所以是一九九三年拍的这个戏啊，那么当时我进入这个电视界工作呢，是在一九八七年，所以是刚好入行以后，呃，刚好是隔了六年拍的这个电影。なんで今日これを見ていただいたかというと、ちょうど僕が映画なのかテレビなのか、本当に映画が撮れるんだろうかということを、撮らな、撮るべきなんだろうかみたいなこと悩んでた時期の番組なので、ちょっとこう。 やっぱり20代、30代で何を考えていのかなという,ようなことをお話しするのが一番プラスになるのか、な皆さんにと、思ったのでちょっとだけ見ていただきました。 一九八七年入行这个电视界工作的时候呢，我一直很想拍电影，但是一直在烦恼，就是说我会不会有机会可以拍到电影呢？啊，那么所以我是非常理解二十来岁、三十来岁的这些年轻人，在入行以后对自己的事业会有些什么样的想法。所以我觉得今天播这个电影给大家看呢，是有一定的好处的。あのまあ映画をやりたくて映像の世界に飛び込んだんですけれども、まあ日々の忙しさと、まあ 肉体的にも精神的にもしんどい状況が続いたのでもう毎日起きるたびに今日はやめようって思い続けてた20代だったんですけど90年代に入ったぐらいでこの今紹介しましたけど「ノンフィックス」というフジテレビの深夜の1時間のドキュメンタリーの枠でえ自分の企画で仕事ができるようになってそれが28歳でその頃からあ「あテレビ面白いかもしれない」 っって思うようよになったんですよ、うん、であの続けてテレビをやっていこうって思う前向きな気持ちとであるがゆえに逆に映画から遠ざかっていくっていうことが自分の中で両方引き裂かれるような気持ちがあってその時期に、えー、フジテレビのプロデューサーから「保護者応の新作を、まあ、うちで配給するんだけれどもそれの、まあ、最初はね宣伝につながるような i n t e r v みたいなものを取ってもらえないかという依頼が来ました。嗯，那么我入行了以后，一直就说，不是说要拍拍电视，我是很想拍电影的啊。那么每天呢，入行了以后工作特别的繁忙，那么肉体上、精神上呢都是非常的疲倦。每天早上起身，我就说，哎，我不想再干这行了啊。那么当时还是二十来岁的时候吧。那么到了进入了九零年代以后呢？ 呃，刚好富士电视台他们深夜半夜有一个一个小一个半小时的一个节目，就是刚才我们看到叫 non《Non Fix》这样的一个节目，他们有一个半小时。那么我当时呢是呃二十八岁的时候，我呢就为富士电视台呢拍了很多的这样的一个电视的节目。那么一直呢拍，一直拍，我就对电视呢开始也感兴趣，哎，觉得电视也挺好的，挺好玩的呀。 那么在这样的情形之下呢，我反而是离开了这个拍摄电影的这个地方的一段时间。那么刚好当时呢，就是这个电影拍摄之前，这个富士电视台台的一个制片人他告诉我说，他说侯孝贤导演拍了一个新的电影啊，那么我们希望你能否去给他做一个访问，做一个采访，拍一些东西，然后呢可以我们配合这个电影的宣传。所以我是在这样的情形之下拍摄了那样的一个纪录片的。 ただ、どうせ作るんであれば、ただインタビューを取って宣伝にっていうだけではもったいないなと思ったので、逆に僕の方から、であるならば、同い年のもう一人、台湾には巨匠がいるから、エドワード・ヤンを取材させていただいて、二人の番組にできないか、それにあたっては台湾に取材に行きたいという、逆のオファーをしまして。当時はは深夜といえ結構 予算があったんだ,よ、ね、だから海外ロケを許可してもらってそれで台湾に行ったのがあ僕が初めて台湾を訪れた。 那么呃，我又觉得，如果只是去呃拍一个好像纪录片采访侯孝贤导演，我觉得这个机会好像是太可惜了啊。所以我就反过来对这个富士电视台提议，我就是说，呃，在台湾呢、啊，现在有一个和我同年龄的一个非常年轻有为的一个导演，他的名字叫杨德昌。如果说可以借这个机会呢，我也去采访他一下的话，那样把他们两个采访了以后的东西呢，拍成这样一个电影的话呢，我觉得会更好。 所以我提出希望能够让自己呢去到台湾去做采访。那么当时的这个电视界他们是有着非常丰富的这个预算，所以要去海外拍什么东西呢，往往就是马上就 OK 的。那么所以在这样的情形之下，是我第一次去到台湾进行了这样的一个采访拍摄。最近的，因为这2019年，我觉得台湾2019年，19年，台湾。 あの台北これは台北なんですけども父親の戸籍に書かれている生まれた場所の住所を訪ねていくとあの大体その台,湾えと台北の官庁街にあってまあ日本人がその辺りやっぱり住んでいた地域らしくこれも要するにその当時の日本家屋がまだ何軒か残っていたの、うん、でここで暮らしていたわけではないと思うんだけれどもあのこの周辺でえ生まれ育ったみたい。 なんかあの別に父親のことをそんなに興味を持って訪ね歩いているわけではないんだけれども、あのー、行くとどうしてもね今まだ残っているのかなと思ってこの間もあの昨年も行ってみたんですけどもこのすぐ近くが、えー、クーリンチェなんだよね。ななななんんとなくそ,の、まあ、そんな偶然なつながりを えそんななにに運命的に捉えるつもりはないんですけどもこう自分が生まれまあ自分の父親がこう生まれ育った場所とそのホーシャオシェンとエドワード・ヤンって二2人の監督とのなんかつながりみたいなものがまあこの93年にスタートしあのエドワードさんとはその後えっとカンヌの映画祭とかでご挨拶する程度の関係だったんですけどもホーシャオシェンさんとはその後 あのずっと関係が続きまして、えー、なぜか彼が、えー、東京に来ると連絡をいただいて、えー、一緒にご飯に行ったり、えー、するような時間が続きました、この写真は、金馬賞で、ホ、え、ウ、ー、さんが生涯厚労賞を取ったときに、僕、プレゼンターで呼んでいただいたので、えー、訪ねて、えー、一緒に撮った写真です。 这些照片我再来讲一讲吧。这是二零一九年在台湾拍的这个照片，因为我找到我父亲在这个就是户籍上，他有写当时他是在台北出生。那么找到这个地址，找到了地址以后呢，我就想去看他当时出事的地方是在哪里。那么顺着这个地址去找呢？ 找到了，在台北市，就是现在都变成了一些个政府部门的这些楼啊。那么附近呢，还有以前日本人住的这些地方，有留,留下几间房子。当然，我父亲可能不是住在这里，他是在这里出事的。那么，所以每次都是去到台湾呢，因为知道有这样的一个地址啊，这样的一个地方呢，每次呢都总想再去看一看。那么也就是说，呃，呃去看，刚好去看的这个地方旁边，其实刚好就是古林街啊。 那么，所以我就知道我父亲出生长大的地方，原来和侯孝贤导演、杨德昌导演拍的电影里面的这个地方是离得很近的，也就是说，是从一九九三年开始呢。 就和侯孝贤导演和杨德昌导演呢有了这样的交流。那和杨德昌导演呢是在呃后来的戛纳国际电影节上呢也有一段交流。那么同侯孝贤导演的呃导演的交流呢，这个关系呢就是保持的非常的密切，一直呢延续到今天。所以他有的时候来东京的时候呢，我们往往会一起吃饭啊、聊聊天啊。那么这个照片呢，就是呃啊是下一张照片，就是呃。 侯身成就人上拍的。あのシェンとの思い出を語る時間でないのは重々承知しているんだけれどもあの、まあ、昨日、ホさんにまつわるニュースも報じられて、えー、どうしても彼について語ることが増えてしまうのはちょっとお許しいただきたいんだけれどもその最初の取材の時に 別れれ際に彼に彼言われたことがあって自分が将来考えているのは台湾だけに限らず香港、韓国、日本、中国の若手の監督たちを集めてそれぞれの国で映画を撮るようなプロジェクトそれの自分が中心になって若手に声をかける16ミリのフィルムでいいから短編でもいいのでそういうアジアをつなぐような 映画作りということををやっっててみたいかからそのににはお前に声をかけるぞって言われたわけです <laughs> ですも嬉しくてさ何でそう思ってくれたかわからないけどこれその自分の中で消えかけていたというかもうこのまま僕は映画を撮らずにテレビをやっていくのかまあそれはそれで幸せかもしれないと思い始めてた時期にもう一度映画に引き戻してくれたのがまあ彼だった <laughs> それが良かったかどうかわからない。 呃，他说呢，不太好意思，可能我的这个讲座里面很多地方会谈到侯孝贤导演的这个话题啊。那么大家知道，昨天呢新闻也有报道了侯孝贤导演的最新的这个动向，因为呢我和侯孝贤导演呢结下了一个很深的很深的一个缘。那我记得当时去台北，1993年拍那个纪录片的时候呢，和他分手的时候呢，他跟我说了一句话。 他是说，希望我们将来啊，能够把台湾，不止台湾，除了香港，还有呃韩国，还有日本的这些年轻的学电影的学生呢，我们希望大家可以呢同心协力，聚集到一块儿。比方说，我们可以拍一个十六米里的一个电影也好，或者是一个短的这个视频电影都好，就是希望能够通过这样的一个文化交流呢，把我们亚洲。 的这些学电影的人呢，都把它联系在一起。如果他说我有一天实现这样的一个计划的时候、项目的时候呢，我一定会来找你的。那我当时就不知道为什么导演这样说了以后就特别的开心啊，因为刚才我也提到九三年那个时候刚好是我在进入了电视界以后拍了很多很多的电视以后呢，刚好是离开电影界很长的一段时间，所以我在当时就觉得不知道为什么特别的开心啊，是有这样的一个一个呃小故事。 ちょうどその先ほどの番組の取材が終わったぐらいからまあ映画の1本目のデビュー作の「の幻の光」という映画の準備にまあ自分は入っていくわけですけれどもえまあ要するに助監督経験がほとんどなくてテレビでいうとテレビドラマに3本かな一番下っ端の「フォース」というフォースの助監督でついただけの経験しかなかったから自分の中で誰かこう 師匠がいいるわけでではないんですよだから勝手に自分のこう精神的な父親というかあの先生を放射線だというふうに思い込みながら一本目の映画の準備を始めていくことになりました。でここに今ちょっとチロッと見えてるのはああこれ恥ずかしいんだけどさちょうど三十その30年前の映画の準備で。 えー、いろんなメモを取り始めて映画のビジュアルのイメージなどをこう書き記した今読んでもよくここまでちゃんと書いてるなっていうあの非常に几帳面なノートがありまして、えー、ちょっとそれをコピーしてきたんですけども。 那么，呃，刚好在采访了侯孝贤、杨德汤导演的那个电影以后呢，我正在准备当时自己的第一个出道的电影作品《幻之光》。那么，因为我呢是没有做过电影的现场的副导演的这种工作，没有这样的经验。那我在拍电视剧的时候呢，只拍了三个节目作为副导演，所以我也没有呃拍电影或者是拍电视的特别的老师，所以我一直把。 侯孝贤导演呢，是当成了我精神上的好像父亲这样的一个一个角色啊。那么现在你们看到的这个投屏的这张画呢，其实是三十年前，刚好我准备自己拍第一部电影作品的时候，呃，做的一些记录啊，画的一些图画啊，那么一些视觉上我想要一些什么样的东西，现在看起来好像还画的挺不错的哈、啊，好像很认真很仔细，对吧？我看。 もう本当にさ、真似してるだけなんで、ホシのオシ一句ト。そういうことは、もう、ホシャオシェンあのノートにもさ、もう、あのレン夫人の,あのカット割りみたいなのがこう全部映されててさ、絵にで。まあ、でも、その<啊>、そうンジントーは、はい、そう もちろん当時は必要だった作業なんだと思うんだけど思うし、まあ、ラブレターみたいなもんだから、まあ、それで、えー、とデビュー作の音楽はチェン・ミンジャンさんっていう本当にホウさんの「連々夫人の作曲」をされている方に音楽を頼んでっていうようなことから僕のキャリアはスタートしているので全然これを見せることはあのかあの恥ずかしくもないし隠してることでもないんだけど、うん、これであの映画が出来上がってえー 那么是这样的，我的笔记上你们看到写了很多的这样的东西，分镜头的东西。那么当时呢，就是不停的画，不停的写，不停的描模仿，就好像对我来说是写情信、情书这样的一个东西。那么最后我的电影完成了以后呢？ 为我配乐的呢是叫陈明佳，那么他也是侯孝贤导演的工作人员之一，他介绍给我的。那么所以我拍完了以后呢，我觉得我应该把我的作品呢让侯孝贤导演也看一看。当时记得他是来参加东京国语电影国际电影节吧，我给他看了啊。所以我说的这些话的东西，呃，写的话的，其实要给人看也是很害羞，但是我也不想隐藏啊，所以今天呢我就呃投屏给大家看了。 でも、大変なことはないです。褒めてもらえると思っていたわけじゃないのよ。一応報告はでもしないとさ、音楽の方も紹介してもらったし。うん私は希望は彼表現してもらったし。私は彼を表現してもらったし。私は彼を表現してもらったし。私は的最初に言われたのが、あのテクニックは素晴らしいってて。<laughs> 那么第一句话导演うと、技術不错

然后他问我：“你为什么不先看演员的表演？看了演员的表演，才决定怎么样拍？”“但是他的语气当然不是好像我现在说的那么严厉啊，他就是说：“你是一直拍纪录片的嘛，你应该是完全清楚怎么样去做的嘛，对吧？”所以我现在的语气呢，呃，是我自己。 それが結構さ自分の中では自分に突きつけられた大きなこう宿題だったわけ一本目が終わっていろんなところで褒められたり負けなされたりもしたけどあの自分の中でやっぱり何を間違ったのかっていうことだけが残ってそれをどういうふうに克服していくかっていうのが二本目三本目四本目っていうことなんですよ那么所以在拍了这样的第一部作品以后呢 他的这番话对我来说是又给我了教给我的一些功课要去做啊，就是说应该怎么样发现自己的错误的地方，怎么样去改进。所以在接下来拍第二部电影、第三部电影、第四部电影的时候呢，我就逐步逐步的呃发现自己的错误，来不断的改进改善。あの絵本で書いたり設計図を面密に作ることがいけないわでは決してないから、準備は可能な限りした方がいいと思うけれども、 それに縛られるとやはりあの目の前に起きている一番面白いこととかなぜ映画というのがスタッフを使って自分ではない対象を取るのかみたいなことがないがしろにされていくだよね <laughs> 自分のイメージの中に答えがあるわけではないのだということを <laughs> 哦，多分，教えてくれようとしたんだと思うんだ、方さんは。那么当然，我说你要做分镜头，要画这些设计的东西，这个准备功夫当然是一定要做到的。但是，是我们做了以后呢，就是说不要呃受他的他的限制啊，被他所绑起来了以后呢，这样的话呢，你就会迷失一个方向，你会发很想看到你眼前发生的一些有趣的事啊。 我们想一想，为什么我们在拍电影的时候需要用那么多的工作人员？我们要拍摄演员的表演，拍摄对方，为什么？你是想通过这个电影表达一些什么样的东西啊？那么这些东西，如果你只在把这个全神贯注的留意在画图、做这些分格的这些个处理之上了以后呢，你会忽视了你自己所要想的东西。他原来是导演，是教了我啊、呃、这一点。所以我呢，あの本当に理解。 できてるのかな俺はあの本当に理解したつもりになってるのは2009年に空気人形という映画を撮ってるんだけどそこにリー・ピンピンっていう、えー、放射線と長らく組んでいるカメラマンさんこの写真に一緒に写るこの右側の方ですけども、えー、リーさんに撮影をお願いして東京でペドゥナさん明日来日されますけどペドゥナさん主演で撮ったちょっとあの変わった映画があるんですね見てない方もいらっしゃるかもしれませんけど。 あのそれを撮った時にあのもちろんその時も、えー、捨てる前提で設計図は描いてるんです絵コンテも描いてるんです言葉が通じないので一応絵にして見せた方が分かりやすいだろうと思ってリーさんには渡してるんだけどリーさんはとにかく芝居を見たい芝居を見た上ででじっと見ていて、えー、とここだと,、えー、とカメラポジションを指定するそこからここにレールを引く。 えとそこでこ,れだこういう動きをすればあなたが3カットで組み立てたカット割りをワンカットでいけるっていうその話し合いをまずペルナが演じるお芝居を見た上で現場で話し合うところから一日がスタートするっていう非常に今から考えるとホウさんのスタイルを僕に教えてくれたようなところがあってその経験もとても大きかった。 那么也就是说，你需要理解到这个呃，要你要拍什么，你要做什么啊？那么真实理解到这个侯先生导演讲的这番话的意思呢，其实要一直等到二零零九年的时候，我拍另外一个电影叫《空寂人形》。那么这个电影呢，我邀请到的就是这个电影呃照片上右边的这一位李先生李平平。 那么他呢，一直是侯孝贤导演现场的摄影师啊。那么当时主演这个电影呢，是一位韩国的演员呃，佩顿娜。那么这个电影呢，其实拍的还蛮有意思的啊。那么我当然在开机之前，我也做好了准备工作，就是说把这些分镜头啊、这些场面的设计啊，我都仔细的写好。 因为我和李先生之间语言不通嘛，所以我想画好了一些东西呢，让他可以看一下，大家互相有一个准备。但是李先生呢，完全不看我所画的这些东西，他说我要先看一下演员的表演。他先看演员表演了以后呢，他说好，那我知道了我的那个摄影机应该放在哪里。那么把这个摄影机的位置放下了以后，他说你看这些演员他们走动啊。 他说：“你刚才说你要三个镜头可以拍到这些东西。”他说：“现在不用，我只需要一个镜头就可以把它拍下来了啊。”那么，所以就是说，他呢是先看了这个贝多纳这个演员的演技以后，才决定怎么样怎么样拍。所以我觉得当时这个是第一次我实现了，就是实行了这个侯孝贤导演所教的，应该是怎么样去做。我现在想起来是这样的啊。だから今の今の自分が何かある自分ならではの文体というものを えー、確立しているとは思わないし多分これからも変わっていくんだろうと思うんですけども一旦壊してくれたのがこの写真でいうとこの左のホウさんで、えー、組み立ててくれたのがリーさんっていう <laughs> この2人とあのこの後ろに映ってる駅はあの連々封じんというので繰り返し出てくる、えー、見る人が見るととんでもなくあの心の動くこれ風景なんですけど。 えそこにこう3人でえ訪れられたというのがまたちのすみません思い出話であれなんですけどあの自分にとっては何かね何だろうねこれここ,こ,こへ至るまで長い,の長い道のりを経たなという別にここがゴールではないんだけどあのとてもいい自分の中では一つ句読点のついたあ難しいねこれ翻訳えとそういう経験だったんですよこの訪問が。 他说：“所以是这样吧，我一直到现在都没有没有完全确立，就是说自己应该是用怎么样的一个手法，怎么样的一个风格去拍摄。所以我现在一直都在想啊，我能够拍到这样的一个呃，就是《空心人心》这样的一个电影是，是因为有两个人，就是刚才那个照片的侯孝贤导演是另一个，那么李萍萍导演也是另外一个。就是说侯孝贤导演呢，他把我所想的所。” 做的这些东西呢，完全呢就是彻底的给破坏了。那么在这个空气人形的时候呢，是李萍萍导演，他又重新的一步一步呢，帮我呢把这个如何拍摄电影这样的一个手法呢，又一步一步的呃建立起来。那我们看到这个照片所拍到的这些风景啊，其实去到当地的时候，你看到了以后你一定会非常的心动这样的一个风景。所以对我来说，我们三个人当时去到这个地方啊，就是长途跋涉。 去到这样的一个地方，然后呢，拍了电影，拍了电影啊，又有破坏，又有建设，那对我来说是这样的一段，怎么说，很难用语言来表达的这样的一段经验。他说：“我不知道这个翻译先生能不能能够准确的翻译出来啊。嗯嗯嗯”那我可不可以再说一下我的一些的往事啊，一些回忆？可以吗？嗯嗯嗯 ここ行った時にこれが2020年なんだけど3年前、えー、ともう発表になったからあれだけど少しホウさん認知症がの症状が出始めていて、えー、昔の映画の話はすごくクリアに残っているし、えー、しゃべれるんだけど日常会話になると結構こう同じことの繰り返しが多くなっていて周りのスタッフとかは 一緒にこの小旅行に来てくれた息子さんとかももうちょっと次の新作を撮るのは難しいのではないかっていう状況ではあったただその「連々夫人と非常女子」の舞台になった街9分と10分か行った時にいきなり街中であの2階の窓辺から数値が道を見下ろしていてこの道のポストに。 チ,ャンチェンが手紙を入れるんだよないきなり言い始めたんだよねでそれを聞いてたリ・ピンピンがさ「あじゃあカメラはここにレール,レールを引いてこう撮りますね」っていう話が始まってそれがどこまで冗談だったんだか本気だったか分からないけれどもその瞬間だけはやっぱり顔つきが全くこう世,世紀が戻ってさ現役の監督の顔になってたわけ。 だからなんかそれが何,ら何かの形で短編でもいいから実現できるといいなと思いながら僕は3年前にえ一緒に旅をしてました。ちょっと実現できないような感じなんですけど。那么这张照片是在2020年3年前拍的啊我们可以看到当时呢侯孝大阪の他不好意思就开始有一緒に一痴呆症的这样的一个い状出现 那比方说我们和他交谈的时候呢，你说到以前的事情呢，他的记忆呢是非常清楚的。但是如果我们谈到日常生活的时候呢，他的这些所讲的内容都会有的时候变得模糊不清。那么在当时在现场，他的儿子也来了，他跟我们说，他说我的父亲也许很难再拍到一个新的一个电影作品了嘛。那我们是来到这个地方，这个地方其实就是《悲情城市》的这个呃外景的地方，就是九份。那去到了以后呢，导演突然说，他说啊。 我看到舒淇出现了，舒淇出现了以后，他好像在观望这些个景色啊。他说：“我有看到张震来了，张震把一封信投入这个信箱了。”那听了导演这样说了以后呢，旁边这个李平平导演他说：“哎，对，好，那我们就把这个摄影机摆在这儿，把这样的话呢，他说我们就给拍到了。”我当时就在想：“哎，李平平导演讲这个话是真的吗？他真的要这样拍吗？这是在开玩笑还是怎么样？”啊，但是我后来听到。 侯孝贤导演听了李萍萍讲说要把这个摄影机放在这儿，这样拍的话，他的脸的表情突然就变了，就回回到了一个真的就是一个电影导演这样的一个一个呃，就是一个笑容啊这样的一个表情啊。所以我就说我就是把它拍成了一个这样的一个短片啊，那就是记录了我们三个人呢当时到这个地方去旅行，所以这是一个非常难得的一个机会。最初30年って。 彼が最初に僕に託したようなそのアジアの若手の監督たちを束ねてみたいなことはあのなんだろうな形としては実現していないんだけれどもただ、まあ、その話を僕がここで、えー、してそれをこうアジアから集まった若い映画を志す人たちにこう伝えていくということも多分

但是这个事呢，现在可能到现在还没有完全实现。但是对我来说呢，在今天好像在这样的会场之下，对你们这些来自亚洲各个国家地区的年轻的学电影的人，对我来说讲这些话呢，我觉得是意义深长的啊。就是说，在精神上，我们和侯孝贤导演呢还是连接在一起的。但是我讲的很乱啊，我现在正在准备怎么样把我说的话呢做一个简单的归纳。少し戻すけど、映画の。 ただそのまあもちろん誰かに憧れてその人のまあ、真似をするっていうとちょっと言い方があれですけど、うん、自分の好きな映画の真似をしてみるっていうところから始まると思うんだけど、うんうん、ただそれではないですかそれで是枝さんのその悩みっていうのは是枝さんのものでしかないし。 まあ伝えることは大事だけど多分同じようにじゃあ放射線をここにいる学生が真似たから小枝さんと同じになるわけでもないしで小枝さんのそのこう悩んできた道っていうのは多分小枝さんの中に最初からあったんじゃないかなって思うのは、うん、やっぱりこれが放射援とエドワード・ヤンで是非、まあ、今日帰ったらあの皆さんたちはまあ見られれば見てほしいんですけど あの先ほどのドキュメンタリーの中で放射線はずっと CM を撮ってるんだけど、うん、風と光を待ってる、うん、何も喋らずタバコを吸って <laughs> だ、ね、ただ風と光を待ってるそこを是枝さんが撮ってるでその一方で是枝さんはエドワード・アンの恋愛時代の、えー、スタッフルームかなまあエドワード・アンの,撮あの恋愛時代の撮影現場に行って まあ撮影してるんだけどその時エドワード・ヤンは例えばホワイトボードを使ってスタッフにこうすごいテキパキと説明をしそして撮影の現場でモニター見ながらこういろんな指示を出すじゃないですかもうすごく対照的な2人すごく対照的なもう撮影スタイルでどちらが正しいっていうわけでもないじゃないで自分それぞれに向いてるやり方はあるわけですよね当然。 那么是这样，不好意思，我要把这个你的话题又拉回到这个电影设置这个问题上来说啊。您刚才说的很对，往往我们开始在学电影、做电影的时候呢，都会是喜欢一个导演啊，或者是喜欢一个人啊，就是很向往啊，那然后就会呃模仿，开始从他学。我觉得这是呃必经的一条路吧。但是我们不能光只是去模仿，如果你只是模仿的话呢，那是不行的。所以我就说，刚听您说，您一直常年累月的一直在。 对自己的这个拍摄电影啊，是一个烦恼。这个烦恼的过程呢，也是非常的长的。但是我也想到，因为今天我们邀请了这么多的亚洲的电影的年轻的学生来到这里和如果交谈，那么如果侯孝贤导演是今天他邀请来的话，我想他的做法和你的做法也应该是完全呃不太一样的吧。所以我看到你的纪录片里面有拍到，你说侯孝贤导演当时正在拍一个广告。 那么他为了要等风，等那个绝好的这个光这样的一个时刻呢，他就是不停在那儿吸烟，他就在等。但是另一边呢，您又记录到拍这个杨德仓导演，他的刚好在拍这个《独立时代》的这个现场啊，然后他呢就是非常的活跃，就是说用一个黑板呢叫了很多的工作人员来到前面，跟他们讲解要怎么样做，怎么样做。他给出的这些指示呢都是非常非常的明确。所以我们从你的这个纪录片里面可以看到，侯导。 でね僕がそれで聞きたいのは例えばその李ピンピンさんが空気人形で入っていろいろそこで学んだことがあったとで今の是枝さんは、まあ、その李ピンピンが日本に来るどころか自分が例えばフランスに行って フランスのジュレット・ビノシュであるとかカトリーヌ・ド・ノブであるとかまあエリック・ゴーチェという撮影監督が入ってやってみるで次はまあ韓国でえ韓国のスタッフとやってみるそのメンバーをその固定しないスタッフを固定しないでいろいろ変えてみるっていうのは意識的にやっていることなんですか、うん 因为你说你在拍《空气人形》的时候呢，李萍萍导演来到日本，你向他呢学到了很多的东西。那将来也许李萍萍李萍萍也会还来日本吧。但是我发现您已经跳出日本，比方说你也去到法国和这个呃菲诺西居里，还有这个呃呃呃其他几个非常著名的法国演员和工作人员呢一起拍法国的电影。然后你也去到韩国，呃和韩国的这些个电影工作人员合作。 那么我就是发现您没有一个固定的好像一个团队是吧？他说我不是我厌弃自己的这些工作人员，我只要是主要是对自己啊有有厌弃啊。

そうね。ちょっと振り方が良くなかった。あ、でも、ちょっとだけ変え、変えますよ。<laughs> じゃあ、うん、あの。これださんと何度もこういう学生、の皆さんがいるところで、二人で、まあ、話をしたことっていうのは、実はあるんですけど。うん、その時に、すごく多い質問の一つっていうのが。 まあ小枝さんはドキュメンタリーからスタートしたしね、うん、そして、まあ、あの現在に至るまでその、まあ、怪物に至るまであの社会的な題材をテーマにしているのはどうしてですかといった質問ってすごい多いじゃないですか。うん、でそれはさ確かにそうだけどちょっと疲れてるでしょその質問に。うん 他说是这样吧、嗯，因为我和导演常常我们会和一些学生呢举办这样的一个座谈会啊，交流会很多这样的机会。那么往往很多学生会提问，就是说，呃，导演您是从拍纪录片开始的，一直拍到现在，拍到我们最新的二零二三年的怪物这样的一个影片。但是我们发现您的这个电影里面的很多的题材主要都是呃环绕在一些个社会问题啊。他说这么多人问这样的同样的问题，你是不会也会。

きこれ、この辺の感覚がテレビ人っぽいんだよな、きっと。あんまり、どうなんだろうねテ、テレビのディレクターをやってるときってさ、やっぱり放送局に複数の企画を持っていって、えー、通った順にやるんだよね。 しかないんだよねやり方が他になかったからさ本当に例えば3本持ってた時に本当にやりたいものが1本あってもしかするとできるかもっていうのは2本あった時に本当にやりたいものが通ることってほぼない基本的には、うん、そうじゃないものが通るでそうじゃないものが通るからよくないかって言われるとそんなこともなくてやっていくうちに自分にこう引き寄せていくプロセスが実は あその作品で描かれるべき題材だったりテーマだったり、まあ、もちろん、まあ、言い方は何でもいいんですけどそれをこう理解していくプロセスになっていくからその理解していくプロセスをそのものを番組化する作品化するっていうことでいうとあまり自分がこれが得意だこれをやりたい、えー、と思うものだけをやらない方がいいっていうのは経験から感じていることだ。 他说：“是的，我就觉得这样的一个做法，感觉上就好像是搞电视的人，他们往往会这种这样的一个做法。比方说，我在做电视导演的时候呢，往往会向电视台提出，同时提出三个计划，就是说这三个里面其实有一个我是很想拍的，但往往会同时提三个计划给你们。但是对方呢，他也会说，诶、哎，这个好，那刚好他们如果挑中的那个是我想要拍的东西，那当然是最好但有的时候呢，他们也会挑一些你。 不是很想拍的这个东西，但是因为我也知道它的内容，我说那也可以，我就可以拍了啊。那么所以也就是说，对这三个计划来说，它每一个作品的题材，包括它的内容，我当然都是有一个非常清楚的一个了解。那么在这样的一个过程里面，我就是把把说对这三个不同的。 なぜ社会的な題材をモチーフにすることが多いのですかという質問は別に嫌ではないんだけどそれは個別の作品でなぜそこに関心を持ったか、なぜベビーボックスに関心を持ったのか、なぜ取り違い事件に関心を持ったのかというのはしゃべれるんだけど 社会派いいいう言い方が嫌ななだけなの特に日本の中で社会派監督って言われてくくられる監督たちの作品が僕は実はそんなに好きではないもんだからそこに含まれてしまうことがあまり自分で望,む望みはしないんですよ。<laughs> 他说：“为什么我拍的作品里面很多会有这些社会的这个问题，这些主题比较多？其实这个问题问，他说我不是说你了啊，不是这个意思，因为我就是说我往往会对一些个社会上的这些个很小的一些个别的这个人物呢会有呃关心，那我也会关心，比方说弃婴的这样的一个问题，所以我在拍这个婴儿转运站的时候，我就是注意到有这样的一些社会问题的发生嘛。” 那么在日本呢，很多人往往他们都把我叫做是呃什么社会派的导演啊，我其实非常讨厌这样的称呼啊，我心里面没有觉得自己是一个什么专门负责社会问题的这样的一个拍摄的一个导演，所以我不喜欢这样的做法。我只是说我对这些人有关心而已。なんとなく作っていくとに、そのこれはあの社会派にしようとか、これはそうじゃないものにしようというような分け方を自分の中でしているわけではないのね。 例えば一番個人的なスタートをしている歩いても歩いてもとかと万引き家族一方がすごく個人的で一方が社会,まあ社会派なのかなと言われるかもしれないけど自分の中では1組の家族を置く場所と半径を書いてるだけだから家の中で完結するものかもう少しコンパスの針を伸ばして街の中の話にするか。 あそれが家の中だったら家族だけの話にするのかああそこに他者を入れるのかっていうことはやるんだけどそれ,それがその結果としてもしくはあのベイビー・ブローカーで言うとさバスの中家の中ですらな、ね、いバスの中に集まった人の話にするバスとか車の中ねそういう,こう場,所の場所の設定とその置かれてる環境の輪をどの大きさで描くかっていうことを作品ごとにそれは意識的に変えている。それが

电影的题材，我要把它拍成一个社会派的这样的一个一个电影作品，我不会这样去想的。我只是考虑我怎么样去处理这些题材，怎么样有一个风格新的一个风格去拍这些。比方说，我们拍这个《小偷家族》的时候，它这个呃电影涉及到是两个层面，一个呢就是这些个人，还有一个呢就是我们的社会。那么这些个人呢，他们组成了一个家庭，一个家族。那如何把这些人组成了一个家族，呃，把它放到一个社会环境里面，怎么样去看？ 那么对我来说，就是好像，比方说我们用圆规在画一个圆的时候，我是怎么样把这个圆规的半径把它放大，然后怎么样把它纳入这样的一个呃电影的这个一个呃内容里面？那我们在拍这个婴儿转运站的时候，其实也是的。你们可以看到，很多人他们最后是聚集到一辆车里面。那这个人呢，这个人一组人，他们怎么样把他们的所作所为、他们的言行举动如何放大？

皆さんたちが聞きたいことを監督に投げてもらいたいんですけどあのちょっと思っていることが1個1個でやるとすごくかかるのでえっと 5, 5個ぐらいここで簡潔に質問をあの連続して取ってですねちょっと通訳さんの関係もあるんですけどあの5個ぐらい今連続で取ってそれはあの答えないで5個続けて質問を取りますので。 でそ,の後それを聞きながらちょっと是枝さんと僕で残りの時間はちょっとどういうことを答えようかどういうことを話そうかっていうのを頭の中で組み立てますね。 那时间过得很快啊！现在电影节方面的人说担心时间不够，他们来催我们了。那么，所以我想我们就暂时就谈到这里吧。他说，接下来既然你们大家都来了，我也很想有一个机会让大家可以问导演几个问题。但是因为呢，一个一个问，一个一个的去答的话呢，我想我们会浪费一些时间，包括还有翻译的时间。所以我想我们采用这样的方法吧，就是说，呃，五个问题。 大家連で問、問了以後呢、私たち記録下来、然后呢、我和导演会商讨一下、怎么样、呃、回答你们这样的问题、好吗？すみません、じゃあご質問ある方、あ、今もう手一人挙げて、あそことあそこで、あの今一にいるのでそこは行きますけど、あのそこの手前もね、でもまあそこから行きましょうか。はい、じゃあまあちょっと <laughs>、えー、映画祭の方すみません、今手挙げている方をちょっとカウントしておいてください。他に、えー、奥と手前とそちらにいはい、どうぞ。 シューズオクトー、チンカウソー、シューズオあトー、あ、シュあズオあ、トー、あシュあ、ズオあトー、あ、シューズオあ、トー、あシュあ、ズオあトー、あ、シュあ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 ズオあ、トー、あシュ 呃，我知道桥在日日本的文化里面有转身或者是呃跨越时空的含义，呃，所以我觉得这个结尾是在讲呃那个呃那个小男孩在隧道对面的世界到底是一个怎么样的世界呢？其实是有看过电影的日本社会来决定的。然后我觉得这是一个非常美丽、非常温暖的结局。这样，然后。 呃，我的问题就是想说，因为我们都知道侯孝贤导演可能不会再有新的作品了，我就想问一下科雷达甘都格，呃，对于这个消息的感受和想法这样子。然后最后就是，呃，想问一下，在回想指导的三十多年里面，就是现在的科雷达甘都格会怎么样形容侯孝贤导演对于他的？ 这个存在或者他的角色对于呃导演来说到底是一个怎么样的存在这样子呢？啊，谢谢。再说清楚一点，这个问题就是说是，呃，侯孝贤导演对，是之愈和导演这三十年的，就是呃，是、哦、之愈和导演现在会怎么样形容？嗯、呃，侯孝贤导演、呃、对于他的对,对他的。 ュューー来说シシの、えーまあ、質問をする前にですねまず最新の作品の「怪物」に対する感想をあの述べていきたいと思います。私はこの映画のエンディングが大好きなんですね。この二人の男の子があのトンネルを走っていって最後、まあ、橋のところにたどり着くんですけれども、まあ、聞いた話では日本では「 この橋っていうのはいろんな意味合いがあってなんか時空を超えるとかそういったあの要は含みもあると聞いたのでまつまりこの向かい側の向こうの世界はどういうものなのかまあどんなあの世界なのかっていうのは多分映画見る人がそれぞれ想像することができるだろうとまあ本当に美しいあのエンディングだなと思います。そそれれでではは早速質問なんですけれどもあのまあおそらく放射線監督はまあ新しい 作品を作ることは多分ないだろうと。まあ、この話、このニュースを聞いて。ええー、是枝監督の気持ちはどうなんですか。まあ、つまり。ええー、今の是枝監督に対して、放射線監督はどういうような存在なんでしょうかと。これは最初の質問です。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとそれも。入れられたらなと思いますけど、続けて。ええー。まあ、はい、あの、次回。 じゃあ奥とそことどちらでもいいですけどあの5個最初に手を挙げてた方多分いらっしゃいますよねそこと最初にコメント挙げてたのはその奥の人とそこそこの奥なんで、はい渡してもらいますか。ええ石之愈和导演您好、え前两天我们有在东宝制片厂见过、我是来自北京电影学院的翟爱佳。 然后呃，因为您的电影《无人知晓》以及小头《小偷小偷家族》等很多电影都很生活化，也有一些纪实风格的存在。然后电影里的设计情节，呃，情节设计也很符合孩子们在呃当时相应的心呃心理年龄的状态。请问您是怎样做到对孩子呃或者是相同年龄的人群做到如此细致的心理把握的？还有一个问题是，呃，我的毕业作品准备。 创作一部关于我的姥姥姥爷的纪录片，然后因为您早期也有做过纪录片的拍摄，呃，我想问一下您在纪录片这方面有没有什么建议可以给到我？感谢。監督、こんにちは。あの、実は二三日前で東方スタジオですでにお会いしたかと思います。まあ、私はあのザイイと申しまして、あの北京電影学院から参りました。あの監督のあの誰も、欸、いない。そして、欸欸 この「万引き家族」この2つの作品の中ではですねどちらもあのドキュメンタリー的な要素が結構あの盛り込まれていてで私が非常に関心を持っているのはですねこのどの作品も非常にこの同じく子どもたちの,ですねこの心理状況気持ちというのはすごく的白に把握しているかと思うんですよね。どのように あのこのような小さい子どもの気持ち心理状態を把握することができているのかこれが一つの質問なんですがで実はもう一点私はこれからちょうど大学卒業にあたって卒業の作品を撮らなければならないで実は今おじいちゃんおばあちゃんのドキュメンタリー映画を撮ろうとしておりますでこの是枝監督もですねずっとドキュメンタリー映画をたくさん撮られたと思うんですけれどもこのドキュメンタリー映画を撮るにあたってどういったアドバイスがあるのかをぜひ教えてい はいありがとうございます。もう一つか二つぐらい行けますよね。たぶん、じゃあそことそこかなその一番後ろっからあれなので、はい、どうぞ。はい、あの、Hello,、uh, Mr. Correa. I'm new from、mm hmm. Thailand. I'm a film student in senior year.、Uh, so, the questions I want to ask as a、um, uh, e action student is that,、um, what kind of future are you look? I, I do, would you hope to see in uh, the future of Asian film, film industry? And also the second question is, uh, what kind of quality are you looking for when you're choosing an actor? Because uh, I really like the perf performance of Sakura Ando in several of your films, and uh, what is the reason you keep そうですね、私はですね、あのタイ、たらきました。えーとえー そうですね、このフィルムを勉強している学生なんですけれども3年生になります交換留学生になるんですけれども2つ質問がございまして1つ目はこのアジアにおいてあの今後どういったフィルムが出てくるといいなと思っているのかどうかっていうところとですねそれからですね2番目の質問ですねあの俳優さんたちに対してどういったものをあの求めるのかっていうところ なんですね、で私はあの安藤さくらさん何回もねあの起用されてると思うんですけれどもさくらさんがすごくいいと思ってるので、まあ、その辺どうお考えなのかなというところをお願いいたします。 啊、呃，导演你好，我是来自泰国的学习电影的交换留学生，我今年是三年级。我有两个问题。第一个问题，我就说导演，期待将来我们的这个亚洲电影界会出现一些什么样的好的作品？第二个问题，我想知道一下，您在拍电影的时候对演员往往有些什么样的期待？你会要求他们做些什么？我个人来说，我特别喜欢安藤英这个女演员啊。那我想问一下，为什么您的电影里面很多时候都有她的出现啊？ はい、ありがとうございます。もう一人だけ。ごめんなさい。いっぱいあるけど、でも時間もあるから、uh, もう一人だけとって、ちょっと一旦答えてください。こんにちは。I'm a student from Beijing Film Academy. My name is Fusi Ken. <laughs>、uh, in all the years you have been making films, And you have worked with many actors and actress, and uh, correct many characters. I personally like uh, Haruka Ayasa in *High Diary. I wanna know which actress impressed you the most during your film life. Thanks. Hi. あ,のありがとうございます私はですね北京あの田園学院のです、ね、学生で風紫健と申します是枝監督はこれまでたくさんの映画に関わあのたくさん撮影されてきて、まあ、その中であのたくさんの俳優さんたちクリエイターの皆さんと取り組まれてあのいるかと思います、えー、私は個人的にはあの海町ダイアリーの,あの綾瀬はるかさんがとてもいいなと思ったんですけれどもあの監督から見て

はい、ありがとうございます。えー、これだけいると、やはりすごくバラバラというか、<laughs> いろんな意見、いろんな質問なので、えー、あれですけど、うん、いつまで映画を撮るつもりですかちなみに 不过，嗯，啊、<僕 S 1> 现在我们收到很多的问题啊，那么大家好像问的内容也不太一样。想问一下导演，您什么时候会拍电影？考えたこともない。今、啊、撮りたいと思って実現してない企画だけ十我现在手上有十个计划，要想拍都没有实现。<laughs>

まあもうずいぶん前から言ってる話なんだけどさ、満州、戦時中の満州を舞台にしたものをやろうという企画はもう15年前から、ま,まだ形にはなってないんですけども、いろいろ実現の可能性を模索してるんですね。ただ比方说、15年前か始我就一直在想很想ハ一个ャンパイ、アースシジ中国東北地方、当ンのマンジョゴ、日本の外に出て行こうと思うのはどうして

やろうと思っているものがもし実現するとそれはもう、えー、とそれこそ韓国の方も中国の方も日本の方もみんな出ていただくようなことが必要になってくるんですよで結構大きな話になるから別にそのための今練習問題としてやあのフランスでやったり韓国でやってるわけではないそれはそれぞれやりたいからやってるんだけどやっぱりそこにそういう,こう国際共同政策で 戦時中の話でバジェットも大きくてっていうものをやるためにはいきなりはできないからそのあの今なかなかそれが実現せずに15年かかっているのはこの15年がその実現するための準備期間なのだとトレーニングを今しているのだというふうに思うしかないから今はそう考えている。 他说：“如果是有这样的机会的话，当然愿意去拍了。比方说，你去到韩国、去到中国，或者在日本国内也好，那能够拍到这样的电影，那中国、韩国、日本的演员他们都有机会来拍我的电影嘛？那么，所以我就是说一直在说我去法国电影，呃，去拍法国电影，去拍韩国电影，对我来说好像是一个练习、实现的一个阶段。那么也就是说，我们知道。” 如果要拍一些国际合作的大片的话，那预算呢往往是很大的，就是说不是说一下子你要拍就马上可以拍到。那刚才我说的那个十五年前一直在想的那个计划也是的，一直没有实现，但是呢一直还在酝酿。啊，也就是说这个过程对我来说呢，其实也是对自己的一种培训、一种训练。他说我也不知道。<laughs> 这应该怎么说、啊？他说这个不知道翻得了翻不了。我个人其实还是还挺嘻嘻哈哈的。他说啊，对一些什么事都会感兴趣。ごめん、ミーハーってい方ちょっと失礼かもしれないけど、例えば今ここに来る前に僕はトニー・レオンとちょっとご挨拶してたけどさ、やっぱあったらトニーあの笑顔を見たらさ撮りたくなるじゃない。他说我就有点像粉丝的心理吧。其实来这之前我刚好和梁朝伟先生见面，我去跟他打招呼。 それをだからあのさっきご質問された方に何人かいたんだけど、うん、あのそれに対するまとめてねこ,ここに出てるのとちょっと違うことなんですけど、うん、役者の,の選択の仕方に対してすごくやっぱり是枝さんいつも質問が多いなと今日も聞いてやっぱ思ったんですけど、うん、その綾瀬はるかさんであろうと安藤さくらさんであろうとその名前が でで選んでるわけじじゃないつまりそれ民派だからトニー・レオンのサインが欲しいっていうなら <laughs> それはそうかもしれないんだけど、うん、トニー・レオン答え方がやっぱりトニーのその笑顔がいいねっていうかやっぱあれが,あれがいいなっていうところが具体的だなっていうのが是枝さんだなと今聞いてて思いましたけど、うん、それはだから綾瀬はるかにしても安藤サクラにしても何だろうな。 そのこううなんだろう綾瀬はるかだから全部いいわけじゃなくて、うん、綾瀬はるかのこれがいい安藤さくらはこ,のこういうふうにこう喋ってる時がいいとかそのかなり具体的なものですよね役者を選択する時っていうのは、うん、そうでは。 很多问题都会问到您在拍电影的时候怎么样去挑选这个演员这个问题。刚才我们说问到这个阿亚塞哈鲁克还有这个安藤英这两位女演员，刚才你也说你呃去见梁朝伟，因为喜欢他。 你不是说要想去得到他的签名还是怎么样？因为你可能觉得他的笑容特别的美好啊，所以你就说很想呃喜欢他，跟他打个招呼嘛，是。所以你讲的其实还是蛮具体的。所以我想也是的，比方说这个 Ise Haruka，还有这个安藤，他也许是 Ise Haruka 这个地方吸引你，他有好的地方，或者是这个安藤他的这个说方说话的这个方法，这种态度可能是挺好的。 もちろんオーディションという形で初めましてと会うこともあれば会ったこともないのに作品を見てオファーをしてこの役でどうですかという依頼をすることもなくはないんだけれども綾瀬さんにしても安藤さんにしても最初に会っているのはそういう形ではなくて綾瀬さんっていうと,えと何か役を想定してる。 していった段階ではない形で一度事務所で会ってお話をした。でお話をしてみたら作品の中で見る彼女よりも彼女がとても、えー、難しいなこれ言い方しっかりした人だった。よく天然だって言われてるけどとてもしっかりしてる。これも最近ちょっと言い方が難しいな。えっ、ー、とねきちんとおば,あ多分おばあちゃんとかに、えー、可愛がられて育った感じ。 っていうの分かる <laughs> あのそれであこんな感じだったら今こう考えてる「海町ダイアリー」の長女ができるかもしれないっていうふうにそれは作品ではなくて本人にあって、えー、とオファーをした。<laughs> 安藤サクラに関して言うと、あのー、あこれはもうでも安藤さんがどうこうではなくてさっき答えようと思ったんだけど。 役者がいて一番大事なのはそれこそ溝口賢治が現場で常に役者に問うていたように反射していますかという一言しか彼は言わなかったと伝説のように言われているがあ相手のセリフだったりそこの例えばさっきの放射撃ちの話を吹く風だったりさ聞こえてくる音だったりもちろん相手役の芝居だったりそういうものにどのくらい反応できるか。反応して自分の 感情なりセリフなり行動なりを構築できるかっていうそういうリアクションとしてすべてをその場に身をリアクションをする存在としてそこにいられるかどうかがもう基本的に言うとすべてだと思うよだからちゃんと聞けるかどうか口よりも耳を使えるかどうか五感を使って常にそこにいられるかどうかセリフを言うことではなくてそ,うそれができる役者とそうでない役者 对，でやっぱできる役者を選ぶっていうことだと思います。で、安藤サクラはやっぱ非常にそれが優れているっていうとだと思う。他说我们在挑选演员的时候，当然在拍摄之前会有一个面试吧。那在面试的时候呢，往往一般我都会先看一下对方演过一些什么戏啊，拍过一些什么样的电影啊。看了他们作品以后，我才会叫他们来进行面试。当然有的时候也会呃没有看过他们作品，也就邀请这个演员来。 进行面试啊，那我记得当时我们在呃拍这个呃《海街日记》的时候呢，我们先设定了这个一个角色。那么在设定角色了以后呢，我们就想到想邀请这个呃 i 尔 a s e 来呃面试。那他来到我们的公司进行面试的时候呢，一眼就看到，哎，他表面上看起来好像很天真、很烂漫。那么但是呢，我们发现他讲话呀什么的。 都很扎实啊，所以我就在猜，我想他大概是一定小的时候呢，他的奶奶啊，家人可能是一定非常的喜欢他，爱他，所以他可能是在这样的一个生活家庭环境中长大的，所以就感受到这样的一个作品以后呢，我们就决定把他呢，就是让他去演这个《海街日记》的这个长女这样的一个角色。 那说到这个安藤樱这个演员的话呢，我就记起我们日本的一个沟口健二导演，他往往会对导演呃演员就有一些个呃特别的要求，他就是说作为一个演员，你不能只是呃想怎么说说好你自己的这个台词对白啊。 他说：“你要把你所看到的，比方说你听到你的呃对手的这些台词啊，或者是他们的演技啊，他们的表演，或者是刚才我讲侯孝贤在等风，在等光，就是说您看到的光，您看到的这些呃听到的这个风声，你如何怎么样把他们捕捉、感受到这些，就是运用你的五感来吸收。” 把这些吸收到的东西呢，然后呢，再付诸于你的这个表演的这个行为里面，我觉得这是非常非常重要的一件事，这是所有这些演员都必须要做到。就是说，这个做演员他不是说在念台词而已，他要是把他所用无感所感受到、吸收到的东西，如何呢，表现在他的这个演技里面。所以对我来说，这是一个呃重要的一个标准。 それほど考えていることは違わないんですよちょっと今回の「怪物の子供の2人」はちょっと置いとくとしてそれまで僕が取ってきた子供たちというのは例えば「誰も知らない」にせよ「万引き家族」にせよその本人の持っているある種の個性とかボキャブラリーとか感情の動きみたいなものにを役にかぶせてもらって。 役と自分がある種分けられないような状況でその場にいてもらうっていう言い方を選択しているから、えー、演,演技というまあもちろん演,演じてもらうんですけれどもその子がその子のボキャブラリーにないセリフは言わせてないっていう状況なんですよねだからその子に合わせて役を書き直していくっていう作業を日々していく。 ことによって役が生まれていくだから、あのー、怪物に関して言うとあの2人はもう僕が出会った時にはもうキャリアもある程度重ねていたので、えー、基本的に言うと大人と同じ接し方をしましただからあーとにかく相手のセリフをちゃんと聞けっていう聞いて動けっていう,もうそのことだけを徹底聞いて動くこと、えー、気持ち 心はここにしかなないいわけではない、うん、心は心体のい,いろんなところにあるからああそれを意識して体を使えっていうことを、えーえー、オーディションの時からずっと言い続けるっていうことで、まあ、それをすごくきちんと受け止めてくれたのでなかなかこう大人でもできない人はたくさんいますからそういう意味で言うと、えー、とても優れた役者だったと思いますけど。 あの基本的に言うとね子どもの,の場合はねごめんね子どもの場合はね子どもに合わせるっていうことなんですよね子どもを僕のやり方に合わせるではなくてその子が持っている個性とか能力とかもちろんそれは作品として成長してもらわなくちゃいけない部分もあるんだけれどもその子がやりやすい形にこちらが寄り添ってあげるっていうことが基本だと思ってます。 那么讲到怎么样呃挑选这个呃小朋友，就是这个童心，这个儿童的演员的时候，其实这个想法基本上是呃一样的。那我先不说这个怪物里面的这两个小男孩的这个演技啊。那么以前我在拍这个无人知晓的时候呢，那些孩子们的演员，我会在挑选的时候会特别注重他们的个性，比方说他们说话用一些什么呃词句啊，说一些语汇。 或者他们的感情是怎么样抒发出来、表达出来？然后我把这些东西呢结合在一起，就希望能够呢他们都融合在他们所要扮演的这个角色上。那么也就是说，呃，要他们在表演的时候呢，就说是呃要、嗯、呃一贯的啊。那我就不是说要按着这个剧本上所写的这些台词，让这些小孩子去照念照做。不是的，我在编拍的时候我也要观察。 他们的这种个性啊，呃，说话的方法啊，感情的流露啊，然后我会配合他们在，在呃拍摄的其途中，我还会修改我的剧本，修改他们的这个角色这个部分。所以是在这样的一个情形之下呢，这些人物呢是被创造出来的。那我也说到这个怪物这两个小演员，其实他们呢已经有过拍电影的经验，所以跟大人一样。 我也会对他们说：“你们要好好听这个大人的演员他们在说些什么，他们的台词是讲什么。然后听了以后，你们做出反应，我们来看您怎么样去进行表演。”我告诉他们：“我说你的心不能一直放在你自己的这个角色上。哎呀，你要留意观察周围的这些呃人，周围的演员他们在做什么，他们在讲什么。然后你要各地的走，跟着他们走。然后呢，你才会呃，就是要意识到。” 你需要做一些什么东西，所以我在见这两个小演员的时候，在面试的时候，我就跟他们提出这样的一个要求。其实这个做法呢，很多大人的演员他们也做不到的。但是这次我们邀请的这两个小演员啊，他们是非常的聪明，很有才能啊。然后呢，他们做得很好。 所以，就是说，我们作为导演呢，是要呃特别关注到这些小孩子的个性啊，他们的能力啊，然后呢，是否通过您的作品可以把他们这些能力呢充分的发挥出来，让他们呢也能够得到一个更大的一个成长。是我们作为导演呢是要呃很贴切的，就是关心他们的这些部分，然后你才能创造出一个就是一个呃栩栩如生的这样的一个人物角色。 あの今後のアジア作品の展望というのを一般論として語るような視野を僕は持ち合わせていないのでねあまり的確に答えられるかどうか分からないんですよただあの僕自身もそのアジアをつないでいくようなそれは先ほど一番最初に話した放射線の話に戻るけれどもアジアを,のを連携して国際共同政策のようなものを作りたいと僕自身も思っているし、えー 今後の皆さんが映画の現場に立つ時にはより多くの作品がそういう形で作られるようになるだろうと期待もしている特に日本映画に限って言えばそういう国際共同制作がとても遅れているからその可能性というようなものを皆さんの世代で切り開いていっていただけるといいなというふうに思っています。 那么问到，就是说您我对这个亚洲电影有些什么展望啊？那么其实我呢手上脑子里面也没有一个就是一般的这种说法啊。其实也许我的这个回答呢，呃是不太确切。但是我刚才也讲了，本人呢就是特别的希望，就是说通过将来合作拍电影，能够把我们亚洲的这个电影人、电影的年轻的才华呢，能够呢联系到一起。 就好像侯孝贤导演所讲的，所以我希望将来如果你们有一天能够站在这个电影拍摄的现场的话呢，就说能够大家一起来做这一方面的努力。其实说到日本电影界吧，其实对这个亚洲电影来说，比方说在合作拍电影的这个方面的日本片还是落伍了，比较落后的。所以我就是希望你们这些年轻的电影人呢，能够我们大家同心协力，一起去开拓我们亚洲电影的新市场。 僕自身に関して言うとね、最初に紹介した番組の中で、どういうものを作りたいと、今後どういうものを作りたいと思うかという質問に対して、放射汚染は、中華民族というものが何なのかということを映画を通して問いたいという、要するに私たちとは何者なのかということを問いたいのだというふうに言っていたの。 でこれも本当に対照的なんだけど、エドワード・ヤン、それはいろんな事情があってね、エドワード・ヤンの取材のときに、たまたま通訳の人が盲腸になって現場に来られなくて、えー、現場での質問が片言の英語で聞いて、片言の、片言のっていうか、彼が英語で答えるっていうインタビューに途中から変わってしまっているんですよ。それもあって、どんなものを取りたいですかって聞いたときに。えー アクション・ンサスペンス・スペリラーって言ったんだよね要するに映画のジャンルを3つ並べたんですよそれがやっぱりその非常に放射線と対照的だったただ僕の中にもその思いというのは両方あって、えー、映画にそれはジャンル映画を撮りたいというよりは映画っていうものが何なのかっていうことをもう少し作品作りを通してえ知りたいという気持ちとえー これは日本人に限らないけれども、なぜならばに日本というものを歴史の中で捉えたときに、えー、今ある日本の中だけにとどまらないからね、あの過去にさかのぼって、えー、日本とか日本人とか、えー、というものが一体どういうものであったのか、あこれからどうなっていくのかで、その中で今まで描かれてきてないものは何なのか。あ 台湾にルーツを持つ父親の子供である自分がじゃあどういうテーマを今後をそのことを踏まえながら描いていくべきかっていうようなことをやはりこのここから先の10年は考えていこうかなというふうに思っております。う 我也会问，就是侯孝贤导演，你也想拍些什么题材的电影？我也会问杨德昌导演，你们会拍些什么样的题材的电影？那么侯孝贤导演当时的回答叫，就是说，我很想通过电影来探讨中华民族到底是一个什么样的一个一个东西啊。那么，然后呢，其实这个刚刚和侯孝贤相反的呢是杨德昌导演。我记得那天去采访他的时候呢，我们现场有一个翻译，但是。 很遗憾，那个翻译当天呢换了盲肠炎，他不能来到现场。结果我只能通过呢只字片语的英文和杨德昌导演来进行交谈，就是问他你想拍一些什么动作呃电影吗？然后他的回呃回答是非常简短，他说是动作片、悬疑片还有恐怖片，就是给了我三个片种啊。那其实呢我在拍摄电影的时候呢。 往往心里面也会有这些个片种的问题啊，就是也会有想拍这个拍那个。那么呃，有的时候可能拍两种截然不同的这个呃片种的电影，但是对我来说，这个片片种呢不是一个主要的问题，是重要的是你要进行思考。那比方说，作为一个日本人，你想在那个电影里面描写这个日本人是什么？那这样的话呢，其实不只是现在的日本的日本人，你也会可能涉及到。 就是呃，过去历史上的这个日本是怎么样的国家？日本人是怎么样的一个人？那么他们将来又会变成怎么样？所以这个范围其实涉及的还是非常的广。所以对我来说，我的父亲呢，他是出生在台湾的。那么所以也就是说我从事电影工作，这个电影到底将来会变成怎么样的一个世界？我们会拍摄一些什么样的作品？我想在接下来的这十年里面呢，我是还会继续不断的去进行思考。安总。 まあ時間も過ぎているので、えー、終わりにしたいとは思うんですけど、まあ、質問いくつかあってでもこの小江さんが今バラバラに対して答えているようでいて、えーまあ、何かそこにこう共通したものを皆さんたちの側であの見つけてもらいたいんですね。そこまで,でとりあえずはい 那么，因为我们已经超时了，很不好意思，我们很快就要结束今天这个讲座。那刚才我们也有提到了很多的问题，但是导演在回答的时候呢，他是从不同的角度可能来回答了你们不同的这个问题。但是其中呢，我们可以发现他是有着很多共同之处的。所以我希望在这个研讨会、这个讲座结束了以后呢，我们大家可以去发现导演的回答里面有哪些地方是共同之处，是这样。 僕にとって是枝さんが多分放射線から学んだことっていうのは多分皆さんたちですごく質問の方役者の演出に対するものなんだろうなメソッドと同じメソッドっていうのかな役者や子どもに対する向き合い方とすごく同じものだと思いますしあるいはそのアジアの映画の質問をしてくれたアジアの映画産業の未来について質問してくれた方いらっしゃったと思いますけれども。 あの映画に対する向き合い方とも同じだと思うし、まあ、ドキュメンタリーを卒業制作で作っているという、まあ、そういう質問もありましたけれども、まあ、その実は別にドキュメンタリーであろうとフィクションであろうと目の前にあるものに向き合うという姿勢においては僕は小谷さんのこう向き合い方っていうのは多分同じというかあまりそこにこう違う回答を持って 私はむしろ同じように話していたので、私はをずっと話聞いていたのでは、ないかなとは、私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 の私は、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 私の私は、私は、私の私は、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 私の私は、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  作为一个导演，对演员有些什么要求？怎么样去指导他们的演技？用些什么方法？尤其是在处理这些呃小孩子的这个演技的时候啊。其实你们这些问到的问题和刚才他所讲的这个内容，其实我觉得很多是有共同之处的。那包括还有一位学生问，就是说，呃，这个将亚洲电影的将来会是怎么样的一个一个呃景象啊？那包括还有一位学生说，他在毕业的时候要拍一个纪录片，那么。 所以我觉得，不管你拍纪录片也好，你拍这个虚拟的电影故事也好，写实的东西也好，其实最重要的一个地方呢，就是一样的，就是你怎么样面对啊、呃、拍摄电影这样的，就是你的这个姿势、姿态啊，你的想法是怎么样的，其实都是涉及到这样的一个最根本的一个问题。あ とんでもなくお金があるかでない限り必ず撮影の現場に入ると監督ごときが抱いていたイメージというのは確実に覆されるのでそれをこう覆されてあたふたとしてじゃあどうしたらいいのだと自分の思い通りにならない例えば天気だったり空間が狭いとかさ役者 出てきたものが自分の想定とは違うとかのが想定していた答えを相手がしてくれなかったりとかさあのそういう,こうままならない状況を目の前にした上でえで、ー、もちろんスタッフの力を借りながらだけれどもそこからが演出家というか監督の仕事なんだよな。 那么你讲得很对，他说我们拍纪录片也好，拍写实的电影也好，拍虚拟的电影也好，其实都是一样的，除非你是一个有着拥有超能力的，就是可以预见到未来的一个人，或者是你手上拥有大笔的资金的话，那没有问题。但是呢，往往对我们导演来说，你去到一个拍摄现场的时候，你所见到的这些东西，往往很多时候都是超乎出乎你的意料之外，超过你的想象，所以你只能就是说。 在面对这样的实际的问题发生了以后，怎么样去处理这些问题？比方说，你想今天想拍，可是今天天气不好；可是你去到一个拍摄的地点，这个地方太小，又很难拍。包括你的演员的演技，他所呈现出来的东西不是你所想要的。和对方在进行合作表演的时候呢，有些东西也是，呃，你不是想要的，但是他们又做不到。那在这样的情形之下，作为一个导演，你怎么样？ みんながそういうあり方を選んでいる,るかどうかわからないけれども先ほど役者さんがに対してその反射する聞く力がとても大事だリアクションとしてどうそこに存在できるかということが尽きるという話をしたけれども僕は監督も同じだと思っているので えー、とてつもなくイニシアチブの強いなんだろうカリスマみたいな監督が、まあ、い,いても別に構わないけど自分がそうではない以上をとスタッフとキャストの声に耳を傾けて、えー、その上で最適なあ選択肢をどう選ぶかっていういわゆるリアクションとして。 その場をコントロールしていくっていうのが自分としては監督の仕事なのかなっていうふうには思っています。それがあの今とても楽しいので正直言うとえこのままあと10年20年やれるといいなというまとめです。 其他的导演他可能不会像我这样去说、这样去做，我不知道啊。但是我自己就是觉得这样是一个呃做导演的一个方法。那也就是说，刚才讲了，我们对演员往往是会有很多要求，就是说，呃，你要聆听对方的这个台词、对方的演技，然后吸收，吸收了以后呢，把他们反映到您自己的这个表演里面啊。其实我觉得，对我们做导演的来说也是一样的，因为在现场你要。 统筹就是要把所有的这些人归纳在一起。如果你是呃有这个很强有力的这个领导力量的话，那没问题。但是对我来说，我是有点呃不是那么那种这个呃怎么说呀很强有力的这个领导嘛，所以我往往会去到现场呢，我会仔细聆听我们的工作人员他们有些什么意见，有些什么想法，包括我们的演员对他们的台词、对他们表演有些什么建议啊。然后呢，从他们的这些发言。 建议里面，我会从中挑选是哪一个方法呢？是最适合的，然后我就可以把他们现场呢就控制的比较好一点。我觉得这是我们导演呃必须做的这个最基本的一个工作。所以对我来说，我现在这个导演的工作是特别的开心开心，我特别的享受。我希望接下来这十年二十年，我还能一直啊、呃、把这个导演的工作做下去啊。所以这是我的今天的这个演讲的。 呃，这个内容的最后的一个归纳吧。はい、ありがとうございます。あのぜひ皆さんたちもあの目の前の人世界に対するリアクションということ今日あのの話の中で考えていただきたいなと思います。谢谢导演。那我也希望我们各位学生，你们通过今天的这个讲座以后呢，也可以领悟到，就是说，您是怎么样看待您眼前的人。 はいこれにてあの時間過ぎてしまいましたけれども、あのこれ枝監督によるマスタークラスを終了したいと思います。あのこの場を、こういう機会を作っていただいた東京国際映画祭、そして国際交流基金の皆様、そして通訳の方々には深く感謝いたします。 呃，那因为我们超时了，所以我们就要不得不结束今天的这个呃，石知玉和导演的大师班了。那么，我想借这个机会，再一次感谢国际交流基金、东京国际电影节给我们提供这样的一个好的机会。同时，我也要感谢在场的呃，英文、日文、中文的翻译。谢谢大家。哎，じゃあはっきりして、私好，那我们大家都鼓掌，谢谢谢谢。